はい、どうもこんにちは、カズです。前回の動画に引き続きですね、ちょっとランクルの動画やっていこうかなというふうに思ってるんですけど、今回はランドクルーザーにコーティングをかけましたということでですね、もうツヤツヤのテカテカのヌルヌルっていうんですか、最近の感じだと そんな感じになっております。で、やっぱり、ね、金額の方もちろんこれ大きいので、結構な金額かかっております。まあ実質上20万円以上というところでですね、まあかかってはいるんですけど、やっぱこれだけ本当大きいですから、やっぱ施工も大変ですし、そのねコーティングサイズの方も一番上のサイズということで、まあやっぱりその金額っていうのはまあ業者によってまちまち違うかもしれないんですけど、僕の場合だと、あの前屋内洗車場でお世話になっていたファインリペアさんということでですね、まあランドクルーザーエアロがついてから、深谷の方に持ってきました。で、今更なんかながらというかね、ちょっとネタバラシになってしまうと、前回の動画すでにコーティングかかっております。ただちょっとね、前回同様、今回ね、あのそのまま撮り続けてるんですけど、夕方ぐらいになっちゃってるのでちょっと見づらいかもしれないんですよね。で、今回のこのコーティングの動画はこの動画だけで終わらず、付け足し具合にもなってしまうんですけど、まずこの動画では夕方ではあるんですけど、まずどんな感じになってるのかなっていうのを、お伝えしていきたいなと。で、その次、まあ、カットして次の日とか別な日に撮るんですけど、その段階で、まあ、まずどのぐらい汚れがつくのかとか、やっぱコーティングしてある車って汚れが、まあ、つきづらいイメージもあるじゃないですか。なので1週間ぐらい経ってからの方がいいかな、1週間経ってからにしますか。1週間経ってからどのぐらい汚れがついたかと、それをまた洗い流すときどれだけ水を弾いてくれるのかというところをちょっとねお見せしていきたいなというふうに思っています。はい、それではボディの方をお見せしていきます。どうでしょうか。こんな感じでね、結構夕方で暗いんですけど、ツヤの方もうぬるぬるのテカテカになっております。で、ちょっとですね、触ってみても非常にちょっとね、もうツルツルというかね、あれがテカテカなのが分かります。で、もちろん、サイドとかね、ここら辺のこの黒い部分、ちょっとこれなんか足跡がもうすでに僕についてしまっているんですけど、ここも塗ってもらってあります。はい、そしてまあ今回はとりあえず一周ね、ちょっと軽くお水ということで、こんな感じですね。なんかすごいね、あのボディカバーのについていた小傷なんかももう全部ね落としてもらって、すごい気になるところはゼロっていうかね、ない感じになってます。本当ね、ここら辺とかすごいちょっとボディカバーの擦れた傷とかあったんですけど、さすがそこら辺は職人さんということで、めちゃめちゃ綺麗になっています。もう久々に見た瞬間、まあ久々というかね、預けたのも1週間ぐらいなんですけど、その間にきっちりやってもらって、もうすごい満足のいく出来となっています。で、これ実際に2層か3層っていう話でした。で、まあ僕の方は別にその詳しいことはコーティング屋さんではありませんし、業者ではないので、まあ気にならないというところは正直ありますが、やっぱりですね、水というか高圧洗浄機でどれだけ弾いてくれるのかなっていうのはめちゃくちゃ期待感がありますので、まあ、まずね、このままやってもそれなりの効果は得られているというところは正直あるので、次回、その1週間ぐらい経ってからしっかりとその辺を嘘偽りなくというかね、お見せしていきます。はい、前回の撮影から結構時が経ちました。本当は1週間にしようかなっていうふうに思ってたんですけど、あんまり予定外に汚れなかったので、ちょっとね3週間ぐらい、時間を置きました。で、結構ですね、水垢も部分的にはつき始めたので、まあ、ちょうどいいかなというところで、久々に、まずは3週間経ってどのぐらい、ボディにね、汚れがついたとか水垢ついたっていうのを見ていきたいというふうに思います。はい、それでは、ボディの汚れ具合を見ていきましょう。非常にですね、やっぱりボディが汚れづらいなというところはもうめちゃくちゃ実感しております。で、パッと見はそんなにやっぱりわからない部分が多いです。ただこの
センターのね、フロントのセンターのあたりが結構こういう風に水垢になってきたり、汚れがね付着しているのが見えると思います。はい、こういうところ細かいところだとね砂ぼこりとかが溜まっていたりはするんですけど、まあ、基本的にはそんなに汚れてない、うん、そんな印象です。めちゃくちゃねやっぱ効果はあるなってもう実感できます。こういうところはもう定番の、やっぱりどうしてもついてしまう部分になります。ドアノブの下とかもまあちょっとはついちゃってるとかそんな感じですかね、うん、同じく、あとこんな感じですね、うん、なんか、まあ、3週間経った割にはそうですね全然汚れてないっていう感じですね。やっぱこれガラスコーティングの効果かっていうところはすごい感じますね。あとこういうところですかね、ちょっと撮ってみましょうか。はい、こんな感じになります。なんかもうめちゃくちゃいい感じってしか言いようがないですよね。これそう、これもしかしたら高圧洗浄機だけでもいけちゃうんじゃないかなっていうふうにも思ってたりします。はい、非常に状態はいいんじゃないのかなと。3週間もほったらかしにした割には。はい、それでは高圧洗浄機の方で洗っていきます。はい、試しになんですけどどうですか、結構水弾いてるっていう感じするんですけど、ちょっと近くでもう一回。まあかけたばっかりっていうのもあってもうめちゃめちゃ水弾きしてくれてます。これもしかしたら吹き上げっていうよりもブローの方がいいかなっていう感じがしてるので、ちょっと今回拭き取りじゃなくてブロムを使っていこうかなというふうに思います。はい、それではですね、先ほど洗い流し終わりましたので、こちらのシャンプーを使って洗っていこうかなというふうに思います。今回はね、シャンプーの、宣伝をするわけではありませんので、ちょっとその辺は割愛させていただいて、どれぐらい汚れ落ちるのかとかをね、少しやっていきたいなっていうふうに思ってます。ああ、やっぱすごい落ちますね。もう一瞬で水垢とか、もう消え去りました。なんかもうすでに洗っててわかるんですけど、なんかめちゃくちゃもうなんかもう滑らかなんですよね。滑らか、そう、すごい洗いやすいっていう、なんかそんな感じです。こんななんかもう滑ってく、ボディってこのスポンジが滑ってく、そう、シャンプーがいいからなのか、まあもちろんコーティングがいいからなのかって言われたら、まあそれはコーティングになるとは思うんですけど、すごいいいですね。こうなんか同じとこばっかってね、あんま参考になんねえよとか思われると思うんですけど、まあ、泡切れもねめちゃめちゃいいですね。だってこれすぐはけてくれますね。これ洗い流しもちょっと一発なんで、ちょっとここら辺で一回やってみます。
はい、こんな感じです。すごい水がね、もう自ら下に行ってくれると、すごい、もうやってる側からするとめちゃくちゃもう水はじきもいいし、すごい洗いやすいですね。こんな感じでどんどん洗っていきます。綺麗に見えるボディもこんなに汚れてるっていう感じでした。でもなんかすごいね、普通に汚れあってもなんか綺麗に見えるっていう、それぐらいなんか深みがあるっていうか、艶があるっていうか、この汚れがくっついていたことすら感じさせない、このコーティング、まあさすがだなってやっぱ洗ってて思いましたね。洗い流し終わりました、結構ですねボディの方も、水はじきがすごくてあまり残ってない感があります。ただやっぱり部分的にはしょうがない部分もあったりして、まあ、そこら辺はね、まあ、しょうがないかなというところではあります。もともとこの車納車された時は、コーティングかけておりませんでしたので、その辺を考慮すると今やっぱすごいね、洗車もしやすいですし、光沢もめちゃめちゃあるので、その辺はもうすごい満足かなというようなところです。でここからですね、ブロワーやっていくんですけど、すぐになんかもう水弾いちゃいそうな、感じがあります。はい、こんな感じですね。まあ、この辺はもう本当はしょうがないですよね。ただここら辺も、実はかかっていまして、結構なんていうんですかね、まあ、水の弾きもありますし、あとは劣化の方もね、やっぱ樹脂なんで、劣化しやすいと思うんですけど、その辺も結構コーティングでカバーできるんじゃないのかなというところは感じます、ね、こちらのボッシュのブロワーで水を飛ばしていきます。それではやっていきます。やっぱ見やすいのがボンネットなので、はい、こんな感じでボンネットの水滴を弾き飛ばしていきます。はい、どうでしょうか。水が一瞬で、弾き飛んでったのが分かるかなというふうに思います。というかやってる身はね、そんな感じで感じております。なのでめちゃめちゃ、これブロワーでやるんだったら拭き取りよりもね、効率はすごいいいと思うので、こんな感じでちょっとどんどんやっていきます。はい、というわけでですね、洗車の方終わりました、今回ね、ボディコーティングという、動画なんですけど、通常でもやっぱりすごい、光沢ありますし、汚れの落としやすさっていうかね、洗車のしやすさもすごい格段に上がりました、やっぱ通常の、なんていうんですかね、
まあ、納車されてきた車とは、まあ、もう全然別格というか、すごいいいなというふうに思います。もちろんコーティング僕今回プロに頼むの初めてだったんですけど、やってみて、お金かけてすごい良かったなっていうふうに思ってます。もちろんこれがね、このままずっと続くかっていうか言ったらそうじゃないので、またこまめに洗車したり、メンテナンスっていうか、そういうなんかちょっといろいろやってもらうらしいんですよね。なんかコーティング塗り直しっていうわけじゃないんですけど、まあ、そういうちょっとしたものをやってもらいながら、綺麗さっていうかね、このまあ、せっかくかけたコーティングを維持していきたいなというふうに思います。で、洗車サイクルはやっぱり自分でやるのもいいんですけど、どうしてもちょっとね、あの上の部分とか大変なところたくさんあるので、まあ、でかいですしね。なのでガソリンスタンドとかでもちょっと洗車の方を頼んでいきたいなっていうふうに思ってます。すでに何回か頼んだことあるんですけど、まあ、大体ランドクルーザーサイズだと5000円ぐらい、かかるんですけど、やっぱそれでもね、自分にちょっと2時間とか時間できますし、あとはやってもらって隅々までね綺麗にやるっていうメリットだったりもあるので、僕の方ではそんな感じでやっていきたいなっていうふうに思ってます。なので、副賞になってしまうんですけど、コーティングがかけましたので自分で時々洗車、そして月1ぐらいかな、まあ少なくても月2ぐらいではガソリンスタンドをちょっとお願いしてやっていきたいなっていう、こういう感じにしていこうかなというふうに思ってます。で、あとは半年か1年に、そのコーティングのメンテナンスっていうものをやってもらおうかなっていうふうに思ってます。はい、なので、これを見たね皆さんもコーティングやっぱいいなとか頼んでみようかなっていう人はぜひね、お近くの、いろんなところで今コーティングやってますし、ガソリンスタンドとかでもすごいねキーパーとか、上手にかけてくれると思うので、そちらとかでもいいと思います。あとは、まあ、僕の場合はその深谷だったので、まあ、埼玉県下の人だったり、まあ、深谷まで来てでもかけたいっていう人はおすすめですし、やっぱお金かかってもすごいね、その後のメリットもたくさんあるので、僕はコーティングいいなっていう風に今回やってみて思いました。あとはどれだけね、持続性というか、綺麗な状況っていうかね、水はじきを維持してくれるのかなっていうのは期待はありますけど、まあ、その部分はねまだ、かけたばっかりなのでまだまだわからないです。はい、なので、まあ、その後もね、これからもちょっと洗車しながらどんな感じだよっていうのはお伝えしていきたいなという風に思いますので、その辺ぜひね、見ていただけると嬉しいなという風に思います。なんかちょっと日差しがねちょっと強くてなんか眩しいので、まあ、そろそろ終わろうかなと、まあ、関係ないだろうっていうところはあると思うんですけど、なので今回、最後まで洗車動画というかね、このコーティング動画見てくれた方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。以上、カズでした。